この度体調不良により辞任を決意いたしました。激務である市長職との両立は難しいと判断せざるを得ない時代を迎えました。任期残して静岡と大変心苦しく思っております。深くお詫び申し上げます。入院とかいろんなことで市政の重要な時期を影響を与えてしまうということを非常に責任を感じて、また山口県第一を担わせていただいたことも本当に心から感謝しております。その職にふさわしい人が性別とらわれずですね、選ばれるそういった社会であってほしいなというふうに願っております。